はい、どうも、こんにちは。今回ね、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえずもう終わるかなと まあ、とりあえず終わるんじゃないかなと思ってるんだけど、今回でね。ちょ、前回はもう完全に教会、アドラメリク氏を、まあ、殺し、そして、ザフかエルビナーもね、まあ、死んじゃって、まあ、で、完全に大元の ごめん、全然まとめてなかったんだけど、とりあえず教会が潰れましたと。で、その後、ローリーと先生の物語も終わりましたと。で、その後からなんだよ。多分すぐ終わると思う、さすがに。ミシェルのアパートから出てきたローリーのもとに部下たちが気遣わしげな顔で駆け寄ってくる。よいしょ。あ、あいつじゃん。まあ、銃声したからさ、そう、ローリーがさ、先生を撃ったんだよ。まあ、結論としては、先生ありがとうっつって。お疲れ様でした。はい。あとは俺たちが。ああ、なるほど。ああ、後の始末はお前たちに任せる。うん、まあまあまあ、しゃあないよ。けじめだもん。悪いが、僕は先に帰るよ。うん。今日は少し疲れた。まあ、そうだろうお嬢、よ。雨ですので濡れて風邪をひかやないように。だー、ゴンザレス。ちょっと紳士じゃん、ゴンザレス。雨ちょっと。か。あ、何、思い出あんの、思い出が。ゴッドスピードユニオンファミリーの黒服たちがミシェルのアパートへ入っていったことを見送った彼女は、とぼとぼと歩き出す。これ、滑舌大丈夫かな？ 舌が回んねえんだけど。お！これ絶対思い出すでしょ、これ、なんか。ロンドンに降り出した雨は瞬く間に雨足を強めていた。朝はずぶ濡れになることも構わず、探偵事務所への帰路へとついていた。帰路でいっけ？記事？帰路。てか、アーサーに変わったな。ちょっと。何？ちょっといただこうか。いただこう。とりあえずいただこうか。まあ、てなわけで、行こう。アーサー、出会ったじゃん。血ついてんだけど。ローリー、大丈夫かな？あら！やだ。いただこう。ローリー来るんかい？ローリー来ないと思って、そこでもういただこうかと思っちゃった、今。ローリー来るんかい？よ今日し。はいつにも増してぼんやりしているようだね。何かあったのかい？まあまあ、ジャケット見てくれれば、まあ、ジャケット見てくれれば、わかるでしょう。察してくださいよ、さすがに。いや、何でもないよ。それよりローリー、ミシェルは。言ったね。先生は。まあ、知らないもんな、アーサーは。雨に打たれ、雫を垂らしたままのローリーは静かに目を伏せる。その意味を理解したアーサーもまた目を細めた。残念だったね。アーサー アーサー元気な。アーサー元気なさすぎるでしょ。僕は彼女がこれ以上ひどい目に遭うことを見ていられなかった。まあ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 、わかるよ。マフィアの掟に従いけじめをつけた。てかさ、ちょっとさ、一旦さ、屋根の下に行かない？ あくまで提案なんだけどさ、一旦雨よけしない？そんながっつり喋るんだったら。不意に会うとこまではいいけどだけどさ。僕は本当に正しいことをしたんだろうか。まあ、どうだろうね。まあ、苦しむ先生を見たくないっていう思いで撃ったなら正しいんじゃないですか。降りしきる雨の中、アーサーとローリーが静かに見つめ合う。やがてアーサーはゆっくりと首を左右に振った。左右に振ったの？さあね、ああ、そういう君こがと。正しかったかどうか、それは僕にもわからないよ。まあ、そんなもんだよ、結局。だけどローリー、君は信じる道を貫いたんだ。どんな結果であっても受け入れるべきだよ。いいじゃん、かっこいいじゃん、アーサーくん。受け入れるべき。まあ、前向くしかないよ。最後先生とさ、いろいろ、まあ、楽しめたって言ったらあれだけどさ、一緒に歌えたんだからさ、まあ、そんなに悪い終わり方じゃなかったからね。辛いね。あら。小さくつぶやき、ローリーは雨空を見上げた。彼女の方を止めどなく、水滴が落ちていく。ローリー、そのままじゃ濡れネズミだ。事務所で服を乾かしていくかい？うん。お前、血ついてんだぞ、こっちとら。もう俺でも見えるもん、今、ジャケットについてんの。なんか、ついてるじゃん。鼻血じゃないでしょ、あれ。いや、君と少し話したかっただけなんだ。家に帰るよ。それに、しばらく雨に打たれたい気分なんだ。危ないぞ。風邪ひくぞ。ないそうわ、俺か。は、それは。うん、打たれ風邪たいをひ気か分。ないようにね。
そう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 、引くけどな多分。君もな。いやこの量だったら引くよ。あ、消えた。悪人が騙し欺く、善人が搾取され死ぬ、そんな世の中であってはならないはずだよ。まあまあ教会の件ね、確かに。だけど悪人のいないより良い世界を作るためにはどうしたらいい。急になんか政治家みたいなまあ政治家っていうか、もはやなんかね、国を作るものと、もののようなあれだな、考え方し始めたな。お前一人じゃ無理だろ。より良い世界、そんなのは簡単だろう。何、悪いやつを殺すとか。ジャック、悪人だけを殺していけば、あらだ、きっと世の中は平和になるぜ。まあ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 、殺しを達成した大悪人の最後がどうなるかは想像にお任せするけどな。まあジャックはだからそういう風にやってきたんだよな。雨の中でそう嘘吹くジャックに対してアーサーは返すことは見つけられなかった。まあジャックがそれで処刑されたからな。あ、サルフ福音教団の治める教会で発生した放火を含む大量殺人は駆けつけたロンドン市警によって収められた。違うな。わかんねえ。教団関係者を惨殺、そしておそらくは証拠隠滅のために放ったと思われる炎によって居合わせた信徒たちの死亡が確認されている。やっぱ惨殺ってのはバレてんだ。サルフ福音教団の宗教的活動には以前からロンドン市警より疑惑が向けられていた。内部調査によって教団では非合法の医療用麻薬が使われていた形跡がると明らかにされており、死刑の主導によりさらなる捜査が進められている。開いているいやこれ割とね、割とよくあるシチュエーションではあると思うんだけど、コン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 開いているって面白いな。ちょっと面白かったわ。あれ、エドガー・ヒューイット警部ですね。失礼します。警視庁スコットランドヤードの。ああ、珍しいな、こんなところまで足を運ばれるとは。あれか、上なんだ警視庁。警視庁だからエドガー警部よりも上のとこから来たのか。アドラメリク議員殺害事件はロンドン市警が仕切っているという情報を得たので、事件についての報告をお聞かせ願いたく訪問いたしましたなるほど、そういうことか。我々は当初アドラメリク議員の汚職疑惑について調べていたのだが。アドラメリク議員なんだアドラメリク議員じゃなくてアドラメリク議員なんだ。捜査の結果、議員に資金提供していた教団が、うん、違法な医療麻薬を流通させていること、うん、さらに議員自身が首謀者であることが判明した。これパッと見、今パッと見思ったんだけど、めちゃくちゃ感じあるなこの文この文めちゃくちゃ感じない？だが気のせいかな。立ち入り捜査を行う直前、はい、九段のサルフ福音教団の教会からの出火と殺人が発生したとの通報を受け急行した。まあまあそうだ、バレるよな。現場に踏み込んだが、アドラメリク議員および教団の責任者ザフカ・エル・ビナーはじめ、うん、信徒が何者かに殺害あるいは焼死しているのを発見した、うんうんうん、今後は放火殺人事件として捜査を進めるとともに、麻薬流通に関しても全容を解明するつもりだ。そっか、アドラメリクがそもそもどこから手に入れてたかってことも大事なのか。アドラメリクが手に入れた方を取り締まらないと麻薬はなくならないもんな。いえ、その必要はありません。え、事件についての捜査は我々が引き継ぎます。あ、大きな話になっていく。それはどういう意味だ。この事件はスコットランドヤードの預かりになります。うん、入手した証拠品の類は全てスコットランドヤードへ移送させていただきます。え、いいんじゃない別に。理由はどこから許可が出ている。これは議員だけではなく大規模な組織が関わる事件です。あ、ロンドン市警が扱う事件の範疇を超えているとの通達がすぐにでもなされるはずです。わからんでもないわ。我々では解決ができないと、そういう判断か。まあ物理的にというかさ、やっぱね、設備の差はやっぱあるでしょう。警視庁の方がやっぱ設備は整ってるからね。大きなことやるんだったらそっちの方がまあ手っ取り早いんじゃないですか。どう捉えてもらっても構いません、うん、この件は公安事件としてスコットランドヤードが主導で捜査を進めよと内務省からの命令です。まあ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 、わからんでもないよ。急すぎる。
まあ確かにそれもあるよ。ちょっとアドラメニク議員の兼ね合いからちょっと政治的圧力もかかってきてるんじゃないかみたいなのをちょっと思ったけど、思ったけどそこまで怪しまなくても。問題でも今回は意見があれば直接内務省に問い合わせてください。どうなんだこれ、アドラメニク議員の汚職を伏せるためにねえつながり柔軟にないっていうか、まあ従ってくれる警視庁に渡してるのかっていう。いや了解した。もみ消そうとしてんのかな。いや普通にでもありえそうだけどな、大きい事件になったから大きいとこに持っていくっての。江戸川渋い顔で机の上に置かれた捜査書類を見つめていた。サルーフ福音教団の礼拝堂から持ち出した証拠品がはい全てスコットランドヤードに持ち去られてしまった。だが書類を複写しておいて正解だ。江戸が警部すごいなお前、用意周到だな。押収したアドラメリクの手帳に書かれていた意味不明の文字、これは暗号文だ。漢字式か。まあでもアドラメリクの方にスポットが当たるんだったらジャックだっけ、なんだっけ、アーサーはまだ大丈夫だな。他者に見られたくないもの、知られたくない存在だとすれば、奴らの資金源か黒幕か。いますね。江戸川はペンを取るとしばらくの間うねっていたが、やがて何かに気がついたようにペン先を走らせた。てかよく燃えてなかったなまず解読できたのは多岐にわたる暗号文の中で品質する単語。書き上げられた文字はグリーンメイソン秘密結社。あれじゃん、あの先生が脅す時のあれじゃないっけ、グリーンメイスンって。なんとここにデータベースなるものがあるんですよ皆さん、はじめまして実は全く触れてなかったですけど、こういう風にデータベースが存在してますこのゲームには。これこの早く寝ない子は悪い子は、わがままを言う悪い子はっていうやつだよね。そんな簡単に暗号読めたのそんな簡単に読める暗号ある。あ、終わった。じゃあセーブして、はい、急に終わるな。なんかさドーンと終わるかと思ったら急に来た、うるさい。デッドリーエネミー、憎悪の対象って言え、憎悪の対象って言ってくれや。デッドリーエネミーって、それビジネス用語をとりあえず使いたいビジネスマンと一緒やぞ。意識高い系の。皆さんおはようございます。おはようございます。 LBC ラジオ本日のニュースについてお伝えします。お久しぶりです。やっぱいつもあなたから始まるんですね、ショーの始まりっていうのは。アドラメリク議員がサルーフ福音教団の敷地内で、はい、斬殺された事件について、はい、議員に対する汚職疑惑が明らかとなりました。まあまあそうですよ。議員は教団で麻薬の密売に手を染めていたとのことです、うん、現在は警視庁が主導し事件の捜査を行っています。アドラメリク議員の死によって、うん、彼が生前注力していた政治的活動にも大きな影響が出るものと推測されます。あらら。また同時刻にサルーフ福音教団の教会で発生した火災と居合わせた信徒たちの斬殺事件についてはロンドン市警が捜査を進めております。あ、そっちはロンドン市警なんだ。でもそっちロンドン市警ならちょっと怖い、ちょっと怪しいな。確かにアドラメリク氏はその警視庁に行くっていうのはちょっと怪しさはあるな。確かに過去を用いた極めて残虐な事件であり、うん、市警では他の事件との関係も含め詳しい情報を探っていくとのことです。物騒だな、懐かしい。久々にでも明るい音楽聞いたな。こんにちは、アーサー。こんにちは。いつものようにアーサーが診療所にやってくると、ソフィーは受付で何やら分厚い本を読んでいた。それは以前訪れた時に読んでいたものとは違う本だった。おはよう、ソフィー。おはよう。今度は何を読んでるんだい？なんだい？これ？新しい医学書よ。あら。お父さんに借りたの。賢いわね。分厚くて難しそうだね。わかるの？まあ、家庭を踏んでるならまだわかるんじゃないの。あんまり。だからお父さんにいろいろ教えてもらってるの。いや、その姿勢大事だよ。その姿勢素晴らしいと思うわ。ソフィーは将来はお医者さんに、うん、探偵も
お裁縫の先生も忘れてないよ。まあ、スペック高いもんな、裁縫のね。でも、お父さん、私の病気を治すためにいつも無理してるから、少しでも役に立ちたいの。あ、だから自分の病気についてはある程度把握してるんだ。ソフィー。見てなさいよ。私が大きくなったら病気なんてすぐに治しちゃって、同じような病気の人も助けちゃうんだから。はい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 。ソフィー、誰か来ているのかい？そうだよ、受付で話してんじゃないよ。仕事しろよな、ソフィー。あ、ごめんなさい。うん。お父さんなら奥で待ってるわ。診察室へどうぞ。失礼します。奥にある診察室からウォルターの声がすると、ソフィーは慌てて受付の仕事を再開するのだった。死後現金だぞ、毎仕事中は。お堅い。さて、アーサー君、はい、最近の調子はいかがかな。まあまあまあ、ある程度でもジャックも押さえつけられてきたんで、一応なんかね、ジャックとなんて分かり合えてきた感はあるよな。いえ、良くなったとは言えない状況です。なるほど、うん、そうか。これは長くなりそうだね。ご迷惑をおかけします。謝ることはないよ。私と君の仲じゃないか。焦らずに治療法を探っていこう。いいね、やっぱこういう専属じゃなくて、なんだっけ、かかりつけか、かかりつけ医がいたらいいよな。そうだ、アーサー君、うん、君は確かボディスナッチャーの件について調べていたね。あれはどうなったのかな。もう全員殺しましたって言ったらよ。言うわけねえけど全員殺しました。あれは、先生は新聞をご覧になっていますか。うん。ラジオでも報道されてる件です。ザルーフ福音教団、遺体の出所はあの宗教団体からでした。なるほど、あの事件での調査を行っていたのだね。あんまり言うと本当アーサーが疑われちゃうよな。はい、ただ教会に集っていた信徒たちは亡くなりました。でもあれだね、アーサー自体はいいやつだからさ、嘘ついてるとかバレなそうだよね。隠してるってのがバレなそう。アーサー自体はいいやつだから、人殺すときはジャックに渡すからさ、それ以外の時間ってアーサーで過ごしてるわけだから、もっと別のやり方がバレづらいとは思うけどね。あったと思っています。アーサー君、君が調査していた事件について大勢の死者が出てしまったことを悔やんでいると思う。はい、悔やんでます。変な言い方かもしれないが、気にしすぎてはいけないよ。先生、そう言われましても。事件のことを思い出し承知するアーサーに対して、ウォルターは慰めの言葉を述べた。ですが、僕がもっとしっかりしていればうまくことを解決できたんじゃないかと思うんです。責任感じすぎだろお前。いや、わからんでもないけどさ、責任感じすぎでしょ。それは私も常に感じていることだよ。もう物理的になってスーパーマンじゃないと無理じゃない。もうあれ、スーパーマンとかそういうね、もう特殊能力を持ったヒーローしか無理だよ。医者として様々な患者を相手にすることがある。はい。特にかつての君のように死の淵に瀕しているような患者を見ることもあるが、全員を救えたわけじゃない。まあまあ、医者ってのはそういうもんでしょう。だけど失敗を悔やんだところで、死んでしまった人が生き返るわけじゃない、うん、失敗、死を克服する唯一の方法はその事実を受け入れることしかないんだ。そうっすよ、よう言ったわ。まあなかなかね、こう言われてもできるかって言われたらできないかもしんないけどね、やっぱそういうことなんだよね結局。おそらく君はまだそれができていないんだと思うね。まあアーサーも受け入れるの大変だけどね、人を殺してるわけだから。死の克服ですか。そもそも誰かの死を受け入れることなんてできるのでしょうか。まあ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 、まあ、母の死でさえ克服できていないのに。あ、アーサーの母メアリーの死、その事件はアーサーの人生においてとても重要であり、重大な心境の変化をもたらした悲劇であった。そうか、君の母上は随分と前に亡くなっているのだったか。はい先生。ええ、強盗に殺されて、すみません、今は関係ありませんでしたね、忘れてください。悲劇的すぎるよな。
死に方が最後の別れが悲劇的すぎんだよな。時にアーサー君、はい、前に心的外傷について話したことを覚えているかね。まあまあ多分心的外傷、確か僕の幻覚症状は精神の過剰な防衛反応だとか。そうそう、そんな感じのこと言ってたわ。そうだ、精神的に大きな衝撃を受ける体験を心的外傷体験と呼ぶ。私は以前遺体を見たことが原因だと思ったのだが、うん、今の君の症状には2年前の事故のことだけでなく母上の死が関与している可能性が考えられる。あら、まあ、確かにずっと抱えてるもんな。俺ではないけどアーサー君はね、ずっとそれがやっぱ心の中に残ってるわけだからな。幼少期の体験というものは強烈だ。確かに肉親の死というのならなおさらだ。いや、忘れられないよ。君の人生において大きな衝撃になったのではないかね。うん、忘れる気もないと思うけど、忘れられないというかやっぱ残っちゃうよな、脳裏に。誰かに話すことで気持ちの整理がつくことは確かだ。はい、悩みを打ち明けられずに溜め込むよりよっぽどいい。なるほど、おっしゃることは理解できます。まあまあ、はいはい、すまない、無遠慮だったね。もちろん無理に聞き出そうなんて思ってないよ先生。まあ、気遣いますわ先生、やっぱ真摯っすわ。いえ大丈夫です。はい、もう6年も前の話ですし、気持ちの整理はついているつもりです。結構近いけどな、6年って結構近いぞ結構近くない？6年って、だって2013年ってことでしょ。結構近いっすよ朝くん、結構近い。2013年何があったかと言われたら今俺はパッと出てこないけど、近いよ。アーサーはウォルターに母が死んだ時の話をポツリポツリと語り始めた。ポツリポツリと。6年前、はい、僕は母と買い出しに出かけていました。夕飯の材料を買いに行ったんです。まあまああるあるですよ。買い物を終えて家に帰った後、僕が何かの品の買い忘れに気がついたんですすぐ済むと思って、うん、店に戻って買い物を済ませました。あ、なんかあれだな、文に起こすとあれだな、ちょっと面白い。何かの品の買い忘れに気がついたんですって戻らなくない普通。まあ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 大事だったかな。家へ戻ると、はい、母は血だまりで倒れていました。やばいわ。家の近くにいた不老者が母が金を持っていると思い襲撃したんだそうです。トラウマじゃん。母は病院に搬送される前に亡くなりました。その後犯人は逮捕されましたが死刑にはならず、今も服役しているはずです。めっちゃトラウマじゃん。見たくな血だまりで倒れてる母を見たくないわ。母さんしっかり、うん、どうしてよかった、アーサー、あなたが無事で。ちょっと気のせいかな、なんかちょっと先生に出るような声がガバネスに。頑張って、今馬車を呼んでもらってる。そっか、馬車か。急いで病院へ連れて行くから。そっか、時代的に馬車か。アーサー、お父さんの言うことをよく聞くのよ。あ、聞いたことあるな、なんか このゲームの中でなんか聞いたことあるな声が。母さん、うん、母さん、あなたの成長が見れないなんて残念だわ。ダメな親ね、本当にごめんなさい。母さん悪くないもん、母ちゃん悪くない。そんな、やだ母さん。悪くないのに母さん。僕は母を見取りました。はい、手を濡らす血の匂いと感触、力が抜けていく体、最後に話した時の表情、今でも時々夢に見ます。まあまあ引きずるよ。母の死について淡々と語るアーサーをウォルターは真剣な眼差しで注視していた。なるほど、はい、確かに容易に克服できるようなことではないね。うんうんうん、はい、あの時僕が家に残ってさえいれば、一緒に買い物に戻っていれば、母は死なずに済んだかもしれない。
まあまあ希望的に見ればね、希望的に見ればそうだけど、もちろん君もね殺されるっていう可能性もあるわけで、わかんないからね。今日はソフィーを外していて正解だった。うん。あの子に聞かせると泣いてしまうだろう。まあまあ結構ショッキングだよね。人の痛みはわからないとよく言うがね。うん。君の後悔は。私にも少しは理解できると思うよ、うん、私も昔妻を救えなかったことがある。先生の奥さん、まあ、先生の過去も来んの。ただちょっと時間的にちょっとそろそろいいかなっていう、25分ぐらいやってるかなって感じだから、ちょっと今回はねやっぱ先生の奥さんストーリーを聞く前に一旦終わろうかなと思うわ。じゃあ私だ。